調査兵団に入ってやる。リヴァイだ。ジャンボ、あんたなんで家に帰ってこないんだい？ヒール、ミール。の、タミ。あんたはまるで巨人だな。突然現れて全てを台無しにした。カーリーは…そして私には…いや、誰にもエレンを止めることはできない。エレンは私と一緒にいないと早死にする。解散式の夜、私はエレンにそう言った。そしてその言葉は現実のものになった。次の日、エレンは死んだ。明日も同じことが起きるかもしれない。怖い。明日が来るのが怖い。死んでいった仲間たちのためになすべき償いがある。巨人どもを駆逐してウォールマリアを塞ぐ。ライナーの奴を捕まえて必ず償わせる。クソみてえにしけた面してるが、母親が恋しくでもなったのか。確かここはお前の出身区だったな、ジャンボ。俺の名はエレン・イエーガー。始祖の巨人の力を介し、全てのユミルの民へ話しかけている。この先どんな選択をしてもきっと後悔が残るんだろう。でもそうだとしても、俺にはきっと前に進む道しか残されてない。今さら立ち止まったり後戻りしたりする道はもうない。だから前に進むしか道はないなら、もう二度と躊躇はしない。私の帰る場所は一つだけ。勝者しか生きることは許されないこの残酷な世界で、私の帰る場所は一つだけ。だから生きて戦い続ける。帰るべき場所に、あなたのそばにいるために。たとえあなたがどこへ行こうとも。あれからずっとエレンは変わらない。こんな残酷な世界で強くあろうとし続ける。いくら巨人が怖くても、たとえ弱い人間でも、いや、弱い人間だからこそ戦わなきゃならねえんだな。そうだろ、マルコ。そういや、ベルトルト、お前の芸術的な寝相でその日の天気を占ったりもしたよな。今でも覚えてるのは便所を探して走る憲兵様の寝相だな。あれは本当に傑作だった。あんなに笑ったのは生まれて初めてだったな。起きたらみんながお腹を抱えて笑ってて、わけがわからなかったよ。懐かしいな。うん、でももう過ぎたことだよ。壁の外は巨人どもがうろつく地獄みてえな世界だったが、そこで吸った空気は壁の中とは全くの別物だった。俺は知った。そこには自由があるってこと。人が巨人になり、巨人が壁になる。この残酷な奇跡に満ちた世界で、エレンは時々
獣みたいな、狩りをする肉食の獣みたいな目をしやがる。行きたきゃ一人で行け、壁の外に。少し休憩しよう。行くよ。そんな世界でエレンは私に帰る場所を与えてくれた。あったかいだろ。それはもう二度と失われてはならないものだった。心臓を叩けよ、拳に誓いを、怒りを溶かす目に戦いを、恐れを殺し駆け抜けて、その先で見るのは希望の海であれ。Helpless World、 残酷な世界に生まれ。それでも Far away、 僕らはまだ飛べる。たとえ救い見えない時でも、今何をすべき、言い訳を吐きすべき時、もう逃げはしないさ。守るものが兵士として、壊すものが戦士でも、信じうる未来のため命を落とす。何が違うよりどころ迷える僕たちは、揺るぎない座標を探してる。光当たる月の裏、突き進むためにはもっと早く、時には躊躇なき非常さを、間違いじゃない、やりたきゃやれ、ここに答えなんてない、ただこの愛のござる自らを決断。終わりなきクライシスの中、平和導き続け、何を捨て去ったとしても、繋ぎ止め Hope of my kind。 3年後の君へ、愛しているわ、愛して
なたは人類最強のサディスティックな変態掃除男。教官殿、私たちと料理で勝負してください。私たちが勝てば訓練兵としてここに残る。なんだ、さっさと言え芋女。芋女兵長まで。